去に発言した自分史上最大の臭いセリフ&シチュエーション。はい、これなかなか難しいお題だったと思うんですけども、鬼むずいよ、もう鬼むずいですね、マジむずい。はい、ではでは、我こそは一番に話したいぞという方、挙手制でお願いいたします。じゃあ僕釣られると思うんで先に言っていいですか。おお、はい、夢追いさん、どうぞどうぞ。僕めちゃくちゃ嘘くさい話するんで今から。お願いします。何その予防線、やめてよ。女友達がいたんですけど、はい、女友達から、まあ、相談を受けてまして、うん、その女友達の恋人が、まあ、結構やみがちでしんどいというような相談を受けていた時に、まあ、その仲良しという間からからふざけて出た発言なんですけれども、あれなんかみんなの声が急に聞こえなくなったけど大丈夫？いや、じっくり聞こえてますよ。じっくり聞いてるの？これはちゃんとそのセリフを言わないといけないんですか、イネヤマさん。じゃあ BGM 切りますので、やめてください。それでは地獄つくなきゃいけないのこれ。夢追さんのセリフまで3、2、1、どうぞ。へえ、そんなやつやめて俺にしとけば。へえ、そんなやつやめて俺にしとけば。へえ、そんなやつやめて俺にしとけば。くわっ、うわっ、漫画見てーっていうのを、まあ、ふざけて言ったんですけども、うん、まあ、これなんでふざけてこんなことを言えるかっていうと、その友達、その女友達の恋人っていうのは女性なんですね。実はその女の子が好きっていう女性で、うん、夢追いはそもそも恋愛対象にならないことを知っていたので、うん、ふざけてそういうことが言えたという話でございました。ああ、冗談めかしてるんじゃないんだね。